やはり動きを止めるが先決か。木刀木竜の術。やはり貴様との戦いは心躍る。まだな、お前は。さあ、もっと俺を楽しませろ。くっ、うはあ、っ、うん、受けてみよう。くっ、うん、くっ、畳みかける。樹木ごときで封じ込められると思ったか。あれは佐野。お前の力はこの程度ではない。はっ、ここで叩く。そんな生蔵でどうするつもりだ、柱間。くらえ。これで少しはおとなしくなろう。はっ、せっ、どうした？おじけづいたか？当たらんな。何をしている。佐野、どうした？おじけづいたか？お前にこれを止められるか？どうした？おじけづいたか？止められるか。手をこまねいているだけでは俺には届かんぞ。行くぞ。踏み込みが足りん。佐野、どうした？おじけづいたか？くらえ。キュービー、もうキュービーめ、やれ。木刀黒人の術。佐野を。お互い温まってきた頃だろう。ああ、勝負。これだからやめられんのだ。貴様との戦いは。こうなっては覚悟を決めるしかない。まだな。お前のキュービと俺の木刃、どちらが上か決着をつけるぞ。望むところだ。行くぞ。
これはどうする、柱間よ。やはりお前との戦いは別格。俺はお前と戦いたいとは思わぬ。お前は俺の友だ。そんなものにこだわるからお前には見えないのさ、本当の夢ってやつがな。いくら強固なスサノオといえど無敵ではない。やるな柱間、だがまだ終わりではないぞ。やるな柱間、俺の九尾をここまで追い詰めるとは。だがこの余興はまだ終わらせん。消えろ柱間。暴走は終わらない。なおも忍びは戦い続ける。
己の信ずる道を歩むために。